こんにちは、ガミくんです。今回はコンプレックスやっていこうと思います。で、これ2回目になります。あの、初見はラスゲで負けたね。で、しかもめちゃくちゃその使用理解全然してなかったから、時間がね20分ぐらいかかった。で、これパワースイッチって新しいギミックなんですけど、あ、うんばざす。で、これがこの踏むとレベルが上がるんですよ、このスイッチので。2回踏むとレベル2になる。で、揃うとこうやってその攻撃力が上がる。だからパネルをそのまあ 2個3個4個って分かれてるんですけど、これを揃えて攻撃力を上げて殴っていくっていう、そんなクエストになってるんですけど、これ勘違いしてたのが、この今これレベル1と1と2なんですけど、2から0になるって公式に書かれてる。だから揃えてもレベル2から0になると思ってて、それがすごい難しいなと思ってたんですけど、やってみたらこれこうやって2に揃ったら、もう踏んでもそのターンはずっとそのままなんですよ。これがね、あの、すごいありがたかった。最初これを理解してなくてめちゃくちゃ苦労してた。で、これ今ちょっときついか、揃えるの。なので、とりあえずまあ何もしないでおいて、まあ、左下だけ揃えておいてもよかったかな。で、剣心がね、めちゃくちゃ強かったね。で、揃えた後の SS はもう本当に中ボスならワンパンしてた。で、ボスにはまだちょっと打てなかったんですけど、チャンスがなくて。で、これで揃えて。で、揃えると大体の雑魚ワンパンできるのが、多分これのワンパン乗ってるか乗ってないかのラインがすごい、あの、難しい難易度の差になるんじゃないかな。横間で上がって、いや。で、これで、とりあえず上だけ揃えておく。で、次で、いけるかな。こうやって薄くいって、OKOK。で、これのすごいありがたいところは、このドクロって、ターン遅延なんですよね。倒すとだから遅延してくれる。で、蘇生もするから、結構ありがたい。これが本当になんか遅延とかなくて完全同時だったらめちゃくちゃ難しかったんじゃないのかな。どうしよう。縦で揃えようか。縦で2つとも1にしておいて、あー、上、どっちかずらしてもよかったかな。で、これラスゲ4個なんですけど、4個だとずれた時めちゃくちゃ難しくなるね。で、これで、OKOK。うわー、ギリギリ、ダメか。で、これダメージの、なんか多分一定ライン無効化みたいなのがあるんで、友情とかで全然ダメージ与えられないんですよね。で、これで倒す。OKOK。で、これで遅延とかかかるのがすごいありがたいね。いや、仕様分かってしまえば意外と簡単だった。で、これ理解するまでめちゃくちゃ時間かかってた。なんでうまくいかないんだろうって思ってた。お、これちょっとありがたかった。そしたらこれで、これで2にしてから殴って。で、個人的には反射に貫通2がいいのかなってちょっと思った。まあ、貫通だと調整しやすいからね。で、これ、V 字に入るだけで2回殴れるんで、多分これでいけると思う。2個踏んで、これで、OKOK。あー、この下のアビロザコ、結構きついのか。で、アビロ、地雷のダメージがどれくらいかちょっと分かってないんですよね。これは、これで、いやー、でも揃えるだけで終わっちゃうか。まあ、しょうがない。どうしよっかな。これ、下手にずらすと多分何もできないよね。なんでやめておきます。で、イブの SS 使おうか。まあ、せっかく運棒出たし。で、運棒使って、左下から、げ、あれ？うわ、一扱いか、あれ。お、あ、全然耐えるんだ、これ。もう完全に終わったかと思った。そしたら、今これ1だから、もう今完全に終わった空気出してた。で、これで、そしたらこれも耐えるんっていうか、下の遅延がかかるから、これは大丈夫で。で、これで多分殴れるかな。OK、OK。
そうか、あれ即死じゃないのか。優しい、めちゃくちゃ優しいな。この詩を聞いた時かなり難しい印象を持ったんですけど、なんかいろんなところで優しくしてくれてるね。多分1周目豪絶だったらこんなの即死で多分 SS 遅延もきっとないわでもこれぐらいの難易度の方が多分やってて楽しいと思う気がする。でこれ初手から、初手からこの右の2つはレベル2なんで、まあ、こっちをレベル2にするだけで OK。 まあ、これはまあしょうがない。でこの辺からね剣心がすごい輝くんですよ。ここ剣心の SS で抜けられるんですよね、まあ、多分当たると思うボスに今回はデクゲーじゃなくて剣心ゲーな気がする。でこれで攻撃力上がってもうこれよこれもう本当に剣心強いからね。ボスでどれくらい使えるのか分かんないけど、中ボスでこれだったらボスでも似たような火力はきっと出せると思う。でまたねあれなんですよ、タンポポ潰し。これは次が 4P だから、まあとりあえず1個ずつ踏むような動きでいきます。まあ弱点ないし、パワースイッチって多分これ直殴りにしか乗らないと思うんで、多分なんだっけあれ SS とかには全然使えないタンポポの。だから下手に動かさない方が良さそうだ。あとは地雷のダメージだね。地雷のダメージが即死級じゃなかったらなんか遊べそうな気がする。まあなくても多分地雷の展開数とか少ないんで、多分そんなにちゃんと集めてれば苦労しないんじゃないのかな。地雷1体ぐらいになっても、なんか強いキャラいたっけ、ブロック持ちの強いキャラ。メイかな。でもメイは確か幻影キラーだから、どっちかっていうとそれよりもブロック持ちのなんか強いキャラ。まあいっか。1、2でこれで3。オッケーオッケー。でこれの次が剣心、そこか。でちょっとボスに SS 当ててみたいよね。なのでこれで1、2。おでこれで多分剣心の SS 当てられると思います。もうそのままこれで、地雷持って、そうだね、地雷持って殴ろうか。一番上がボスだから判定的に、で一番上のスイッチも踏めると思うんで、どれくらい火力出るだろう。でも全然ボスの HP 削ってないからな。でこれでちょっと全部削ったよ今最初の殴りだけで。いやこれは剣心ゲーだな。ちょっとこれはキャラゲーって言われても仕方ないね。剣心いるかいないかではすごい違うと思う。うわじゃあこれあれか、多分 HP ギリギリとかでやったりするときっと、ちょっと待った、次があっちだから、じゃこれでこれで右下を2にして、あ1か、早すぎるとあれかな。そしたらどうしよっかな。でこうなるんだよね。なんかスピードが速すぎると V 字でも判定取らないときあるのかな。どうしよう。SS 使って、SS 使ってもさすがに戻ってこれないよねきっと、殴りながらだと。そしたら多分これで2、いや1か、いやよくわかんないな。反射だと取り出す、いやそんなことないや。でこれで2、 OKOK。 でこれで、いやもう1回 OKOK。 結構ギリギリだったな。いやでも剣心強いな。
で、イブは貫通での適正になるのかな。で、これ斜め打ちしたら多分いけると思う。あー、でもダメか。HP 見てた。そしたら、これでちょっと調整して、で、これを、でもさっきね、初見でやったとき、殴れなかったんですよね。やっぱこれで、ここは今動かないでおいて、で、ゲージも外しておくとパワー、スイッチだったっけ？パワースイッチ踏む心配もないから結構安心だと思います。反射だと殴ってもうまく倒せなかったんですよね。なので、これで、まあ、SS 使って安全とというか、多分、剣心の SS あれば十分いけると思う。おお。意外と貫通でも結構削れるもんだね。初見の時はあんまり、1体しか貫通、イブ入れてなかったから、そんな活躍しなかったけど、意外と貫通でも弱点なしで削れるのか。で、ここから4つになって結構めんどくさくなるんですよ。とりあえず、こういう時に多分低ターンのあんまり吹っ飛ばしランダみたいなのがあるときっと楽なのかな。で、攻撃力アップ。で、あれも倒せると、クソダメか。で、今これが、あそこだから、多分これを全部は無理だと思うんで、2手かけないときっときついと思います。なので、2手に調整して、あ、やべ！やっちまったな。こういうズレが起きるとね、結構めんどくさいかも。これいけるかな。いやー、ちょっときついか。まあ次のイブで一応調整でき、あ、多分この次のイブでいけるな。で、これで倒す。 OKOK で遅延かかるでしょ。で、まあ、そのままさっきと最初の初手と一緒の動きかな。いや、でもさっきよりちょっと角度きついかも。こっちから回ってった方がいいかな。1、2。あー、やっぱちょっとずれるね。うわー、ちょっとこのずれは結構でかいな。これで OKOK。 いや、こういうズレが起きた時に直すのがやっぱラスゲはすごいきついね。4つあるから管理が結構難しい。だから貫通いるとこの調整結構しやすいかも。で、ここから雑魚多くなって結構めんどくさくなるんですよね。多分剣心の SS 一発当てられたらラスゲ倒せるんですけど、とりあえず2個踏んで、まああんまり意味ないけど。で、確か次移動だったかな。なので、まあこれで、多分、右下まで行かないと思う。OK、OK。あー、でも剣心次ダメか。そう、剣心の SS 取ったと思ってたけど 2P の方だったか。じゃあ横勘で、まあ玉梓だったっけ、あれ玉梓倒しておこうか。おお、かなり削るね。でただ次これ乗ってるからゼロになるんですよね。乗ってたらもうこれ踏んでる扱いになるんですよ。だからゼロになって、この調整が結構難しいね。で、これで、踏むな！いや、踏むか！踏むか！そうなると結構きついな。そうすると、そうすると、今これ2と2と00でしょ？いやー、ちょっときついな。多分、ハートちょっと取っておかないときつそうだな。この HP。でも、ボスは移動だったかな、あの数字。
で今これ11見えないなでこれで今多分あれが0かな、0と11、右から右00、いや難しい。これでいやダメか、うおギリギリ。これも剣心の SS を多分今これ0だから、今これが今踏んでるところが0なんで、今踏んでるところが0だから、これはちょっと剣心の SS で多分ずらさないように、スイッチをずらさないようにしないといけないから、とりあえずこれただ打っておきます。で多分この次で勝てると思う。イブの SS を割とそのブッパっぽくなるけど、まあこれでもこれだけ打って削る、これだけ削れたら十分強いと思うけどな。でこれで割と暴れでいけると思う。やべ結構時間かかるね、理解しても。でこれで OKOK、 勝った。いや結構難しいねこれ。何戦目 ?2 戦目か。2戦目で勝てたけど、ガチャゲンマシマシの、みんな得エルだからね。降臨波でいけるかなこれ。降臨波だと誰だろう。スピードアップ欲しいよね、でも。降臨波だと。閻魔天とか使うならちょっと欲しいかなと思いました。終わります。バイバイ。